永遠に彼女を胸にしまい込んでおくことはできない。海岸通りを歩いて行くと君の部屋が見える。若かったあの頃は夢は思い通りで何でもできると思っていた。遠い未来をしている期待に見つめての一生のまま二人もしそこで待っていてくれなかったら桜散りゆくようにそれを答えだと思う。支え合ったり時には反発し合ったりで先のことを口に出すのが怖かった。涙流れるように不器用でわがままだった流れ星が見えるのかな。Oh!